はい、どうもこんにちは、こんばんは、デッシーでございます。前回の動画で熊山城をクリアしまして、左のところから、巨大なカラクリロボの女が歩いていきました。で、恵比寿丸の助言で一旦羽栗町へ、戻って作戦をしようという作戦を立て直そうということでしたので、早速、羽栗町、最初の町ですね、戻ってみたいと思います。はい、戻ってきました。で、特に変わったことはなく、踏みつぶしたみたいに裏山に道ができちまったんですよ。裏山に道ができた。でっかいカラクリからおみっちゃんの声が聞こえたんだ。本当だよ。そう、おみっちゃんが連れさらわれてしまったんですよね。こんな山みたいな女が歩いていったんだよ。まあ例のカラクリ女ですね。キセル見つかったんですか？よかったです。あ、そうだ、黄金のキセルが見つかりました。これですね。もちろんこれも装備できますよね。あ、できましたね。強さは105。まあ多分強くなってると思うんで、これで弱くなってたらどうしよう。あ、強くなってますね。でもそこまで強いわけではない。おそらくこれ以上強い武器があると思います。ひとまず全員に話を聞いていきます。東北の方にも行商に行けるようになったんです。踏みつぶされてっていうことでしたので、おみちゃんはまだ見つからないのですか？まだ見つからないのですかって、今はさっき連れ去られた、まあ、ところなんですよね。まあ、ただ連れ去られた側からするとね、まだ見つからないんですかっていうことは当然だと思います。すっげえ音を立てて裏穴が崩れちまったんですよ。まあ例のあの女が歩いていったんですかね。俺は情報屋のメモスケ西野。これは最初の時と変わってない状態ですね。で、ここはおみっちゃんが連れ去られてしまったということで、ちょっと隣ここですかね。この人がうちのおみつの声が聞こえたような気がするんだよ。ほどほど、お母さんですかね。ちょっとこれはって感じですよね。自宅には特に何もなし。裏山、ここから東北に行けるようになったってことですね。北ですね。もう知ってるだろう。突っ込まれましたね。ローラースケートか。じゃあちょっと後で買いに来るとして、はい、でっけえ足が目の前を歩いていったんだ。びっくりした。もう足が歩いてたわけじゃないですけどね。あれ、こんなやついました。わしは怖くてここに逃げてきたんだ。あれ、もしかして悪代官ですか、一番最初にいた。じゃあそうしましたら宿に泊まって重量安。そういえば八重ちゃんが来てから寝るの初めてかもですね。グーグースヤスヤ。あ、かわいい。一緒に寝ちゃってるよ。八重ちゃんが連れてきたのかな。あったかいみたいな感じで。っていうか小判猫、お前羨ましすぎるわ。はあ、いいな。小判猫こいつほんまやりよるわ。こいつ本当にマジか。とりあえず使ってロケットキセル打っちゃいましょう。ネクスト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 、すいません。ローラースケート打った。ロケットキセル打ってローラースケート、あれ、ローラースケート、あー、すいません、ローラースケートを買います。
まあ一番最初の街ですからね、ローラースケートすごい高かったですが、今となってはもう安いもんです。一個今秘密の鏡デルデルの効果ですね、買いました。ローラースケート、おにぎりよりローラースケートの方が重要ですね。忍術ポイント小判猫結構使うんで、あー間違えた、まあいいや、もうどっかで使おう。巻物が40ってあんまり微妙ですね。まあいい、うん、さてでは北へ向かいましょう。ここが最初のダンジョンで、おお、ここ開いてますね。行く手を遮られた。これ結構やっぱり丁寧に当てないと、おお、177、いいですね。もう点全然敵じゃないですね、ここら辺は。お、戻りましたね。黄金キセル、テコテコ、懐かしい。ロケットキセルはロケットの音でしたからね。テコテコに戻りましたね。ここから、お、すぐ村がありました。恐ろしいおとろし村です。この村には満月の夜に魔物がやってくるんです。おろおろ、そういう設定なんですか。満月の夜、川が流れてますね。神社行きます。ああ怖怖怖。今夜は私が生贄となる番なのです。しくしく、あの魔物さえ退治できたらこの村は平和になるのに。しくしく。ゴエモンはんかわいそうですぜ。我らで魔物を退治してあげましょうや。魔物退治を引き受けますか。ちょっと待ってください。ゴエモンはん結構悪情でんな。まだ村の人の話聞いてないんですけど。いいえ、わかった、オイラたちに任せな。おたふくの目を使い女の子に化けた。うわ急じゃんこれ。グギギギギ、今夜は4人も生贄がいるぞ。パッと五右衛門たちはおたふくの目を脱ぎ捨て飛びかかった。グギギギ、ゴロちゃん、名前は可愛い。うわー急だな。大丈夫か。防御力ダウン、いっけ。ああ結構ダメージ当たります。全然ダメージ食らわん。うわ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 、全員攻撃初めてですね。ただ敵ではない。このまま、はい、2ターンです。ボスの曲が鳴って2ターン。どうもありがとうございました。これでこの村も平和になります。これは我が家に伝わる宝物です。どうぞ受け取ってください。宝箱を開けますか。うーわこれやだな。そんなこと言わずに、どうぞどうぞ。これ絶対罠でしょ、 100% 罠。うわーなんだこれ、エビス丸になってますけど。変身からくりの術をかけられてしまった。ふん、オリ様はからくり一族の一人、弁天小僧様だ。怪獣ゴロちゃんを倒したまではよかったが、女の子に弱いというお前の弱点をついたらこのありさまだ。ははははは。あれ、この笑い方は。その格好はお似合いだぜ。体エビ、エビになってます。これはいいですね。ニンニン村は秘密特捜忍者がいるんだって。女みたいな顔したやつがやってきて、あとは覚えてないずら。時間切れ、ローラースケートの効力がなくなった。そこだけ冷静。
いいですね、エリスマルこの並び。村の名前おとろしだけど、恐ろしくないおとろし村だよ。この野郎、ゴロちゃん倒した途端、あ、オラ何してんだべ。村の人の話を聞きたかったんですよね。あれを倒す前、あれ今日は何日だっけ。なのか術かけられてたんですかね、他の人は。あら、あなた面白い顔してるのね。それほどでも。あ、橋が。変な術にかけられたら、人間村のハンさんに取ってもらったらいいべ。あ、人間村の時間切れ。え、早いな、ローラースケート。人間村に行ける特装忍者がいるっていうところですよね、人間村は。バウ、予感が当たったバウ。何の予感、これはもう村って言っちゃいますね。そうしたら武器と防具をちょっと見たいですね。ジェット、あ、変わんないですね。お、小判マシンガン、電光剣、これは八重ちゃんですね。小判マシンガンはおそらく小判猫、小判だけに。エビスマルの装備は、ちょっとマジか、これ全員エビスマルになってるわ。ワライブへのまんまか。すごい光景ですねこれ。でも装備はできてるから特に支障はないんですよね。名前はヤエちゃんになってます。お、電光剣、オッケーで、小判マシンガンは小判猫、はい、オッケー。エビスマルの笛も買ってあげよう。お金は結構余ってるんで。原稿笛、原稿笛が笑い笛より強いのかどうか、ちょっと不安。笑い笛で103、103で、果たして、あ、上がりましたね、108になってました。で、ちょっと一旦道具屋行って売ります。ちょっと多分持てないんで、俺と同じで。ネクスト、小槌が1個だけか。巻物もう早速使っちゃいましょうね。雷鳴の弓売ると、まだ売ります。これね、1個1個売らなきゃいけないっていうのが、もうちょっとユーザーの気持ちを考えてほしいっていうかね。なんかまあまあ当時の技術だから仕方ないといえば仕方ないのかもですけど、まあもう今となってはもう一括で売れるとかね、まあ、それこそログインの報酬とかね、スマホゲームとかだと一括受け取りとかありますけどね。売るのはこれで全部でいいですかみたいな。鏡の鎧は装備してますよね。三日月の帯も装備してますよね。じゃあちょっとここはいらないかな。鏡の鎧は、あーでもエビスマルっていうか、エビスマル装備してて、五右衛門は装備してないと。祭り鉢巻きと三日月の帯は装備してますもんね。鏡の鎧が、虹の鎧、鏡の鎧が、五右衛門が装備でき、まあいいでしょう、大丈夫でしょう。次の町で新しいのも買えるかもしれないですし。で、人間村に行くと。人間村はどこにあるんでしたっけ。お、新しい敵です。いやー、これ誰が誰だかもう分かんないですね。
お、小判猫の。お、強い、電光剣強い。あ、お、2A 使ってきましたね。防御力下がって1のダメージ。話題地蔵いいですね、リアクションが。カッパではなくカパ地蔵なんですね。本当に全員エビスマルなんていいね。何この証明写真みたいな感じで4枚ストトトって出てくるっていうね。あれ証明写真4枚いらないですよね。いるのかな。4枚あるんだったらなんかもうちょっと安くて10枚入りとかね、就活の時とか 使えるのかなと。笑い地蔵は逃げるんで。マシンガンいいね。これダメ、あれ表示はどうなってましたっけ。ああ、ここは何もないと。全員エビスマルになってましたっけ。あ、でも小判猫になってますね、ちゃんと。というか、エビスマル、いや、せめてこの術を解いてからこの動画は終わりたいところですね。これこのままの状態でその魔法忍術か、忍術とか装備とかエビスマルのものしか装備できないっていう状態だったら結構きつかったと思うんですよね。でもなんかそういう設定もありえそうな感じはありますけど。何これ、たこ焼き。おー、待ってた、初めて会いまし、うわ、やっぱやっぱ、あ、一撃で倒せますね。攻撃力が高いんでしょうか。そうでもないと。ちょっとなかなか、いやー、でも八重ちゃんの顔がないとちょっと寂しいですね。エビスマルの、うん、480と160と。もういいですかね。そうしますと、こ、あれ、あら、ちょいちょい、ニンニン村がないぞ。あれ、なんかここの村しかない感じがする。あれ、見逃してるとこないですよね。あれ、情報不足ですかね、もしかすると。いや、でもそもそも熊三条の方ももう結構行っちゃってて、ま、マップがそれ以上なかった。こっち行けますね。橋を渡る前にちょっとこっち探索しておきたいですね。これはちょっと4つに分けて誰が逃げるかをね、それをちょっと判別。はい、どうもご苦労様です、ありがとうございますと。うーん、お、神的
カラコメッカ、ああ全然効かない。あ、一撃で倒せましたね。うわ怖っ。あ、結構強いかもですね。八重ちゃんが7のダメージを食らったので、あ、これは強いです。普通に強いです。まあ、ファミコンでよくありがちだったのが、急に強くなると次のマップ行って、それで全く歯が立たなくなるっていうのはよくありましたよね。なんかドラクエ3かどっかで、なんかアッサラー村編で急に違う村に行ける状態でめっちゃ強いモンスターが出てきて焦ったって記憶が、こうそういう記憶がありますね。あれ、またザコになりましたね。これは2マップ目のとこに出てきたやつですね。じゃあこっちじゃないのかな。いやでもこれマップが単にその最初のマップに近いっていうだけで出てきている可能性が全然あるので、ちょっとやっぱマップ広いですね。これもあれ、でもこれは3つ目ぐらいですよね、場所としては。ただ一撃で倒せるはず。メカピキ、いやでも一ターンで倒せるのは気持ちいいですね。もう確実に強くなってるってことが分かるっていう、前の敵がこんなに楽勝に倒せるっていうのも一つ楽しいとこですよね。あれ、なんかまた城ありますよ。あれ、ここは、ここは大江戸城。お前みたいなものが来るところじゃねえぞ。大江戸城の門番も楽じゃないぜ。来るとこじゃねえぞ。大江戸城ですね。なんか意味ありし、意味ありげな。でも敵は弱いんですよね。まあ、あそこの大江戸城もいずれクリアしなくちゃならないダンジョンなんでしょうね。まあそうしますと、とりあえずは村ですよね。人間村とか行きたいんですけども、じゃああの橋、うわ、雑魚だけど一ターンで倒せない、そんなパターンもあると。ロボモグラの攻撃いいですね。このザクって攻撃してる感があって。あー気持ちいいですわ。ジュシャークシャーってロボモグラ。エビちゃんハリケーン、誰のエビちゃんハリケーンか分かんない。それはエビちゃんって言いましたね、モデルで。結構可愛かったっていう、今はもうどうしてるか分からんすけど、結婚してっていう感じですかね。もう今はなんか綺麗っていうより可愛い方がっていう傾向なんですかね。あれから、まあ、モデル、まあ、エビちゃん筆頭にっていうか、エビちゃんあたりでモデルブームというかできて、まあ、押し切り萌えとかですよね。で、ドクモとかが出てきたわけなんですけれども、それが終わってから AKB とか出てきて、ちょっと可愛い方向になんかシフトしてきた感じですよね。キャリーパミュパミュとかもそうですよね。どっちかっていうと
綺麗というよりキュート、可愛い方にの位置。うわ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 、新顔ばっか、ハリコタイガー、カラコメか、これ右下ですよね。ロボシシ、メカニポポン、ハリコタイガーとカラコメか、いきますか。おお、一撃。メカニポポンは、あ、弱いですね。ちっちゃ、ハリコシ、うわ、倒せない。そんなに強くないと。メカニポポン、よしよ、メカニポポンとかどういうあれなんですかね。スフィンクスみたいな感じはしますけど。せめて次の町にたどり着きたいところです。まあ橋があったんですよね。ここの次ですかね。あ、ありましたね。敵は変わらず。まあそうですね、まあ動画としては普通にクリアして、普通にプレイして普通にクリアするというものとなっております。まあよくね、まあ何回もちょっと紹介させていただいてるんですけれども、まあ縛りプレイとかね、レベル何以下でクリアするとかいった、そういった動画もいっぱいあるんですけれども、まあこの、まあ、私の動画のコンセプトとしては、自分がまあ楽しんで、まあ、プレイしてクリアしていくというものとなっております。ああ、忍者ばっか。ここが忍忍村ですね、間違いない。今年のミスクの位置は八重殿でござるな。八重ちゃん、わしが忍術名人の藩の藩蔵だ。お主らの変身からくりの術にかかっているだ。よし、わしが解いてやろう。えい、あ、急に解けましたね。いやいや、礼などいらぬぞ。わしは術かけたり解いたりするのが好きなだけじゃからだな。はははは、八重ちゃん、やっぱ八重ちゃん可愛いんですね。あ、まあでは時間が来ましたので、次回、このニンニン村ですね、その探索をしたいと思います。それでは見ていただいてありがとうございます。テッシーでした。失礼いたします。